バクバクになって中にね、防空壕の中に、うん、それがもう詰めてください詰めてくださいって警防隊さんに言うなんや言うなけど、わしらはもういつもの場所必ず入って曲がって、もう一つ曲がったところにおって、なんでやったら外の爆風でやられるということを聞いとったもんやな、ね、おったらあの一番奥はもうあの比嘉病院のあの辺の一帯が10何人ほど子供ばっかり来とったわ、うん、その中にわしら同級生の弁護士だって日置やけど亡くなったんやけど、あの土砂が落ちて、覚えてる？ワークが組んだった、はい、それがね、組んでなかったんや、そこのとこだけが。なるほどなるほど。そしたら爆弾落ちた同時にガーッとこう揺れた、揺れて、そしてあの2色の電気がパッと消えたんや、爆弾だったな、ほんと助けはないんや、ほんで女と子供だけやな、な、はい、男のも入ってへんやん、爆弾でねえへんな、うん、ほんで助けてくれ助けてくれ、もう日置の声が分かっとったんや、だけど助けようがないんや、もう分かれへんや、真っ暗けで、はいはい、中におったらおっとら胸まで埋まったんや、だけど息ができようになるわ、うん、肺まで、あの、うん、ほんでとりあえずわしはなんとかやったけど、亡くなった人は比嘉病院の息子さんやな、まだ伝えるわしは助かった、奥さんには私は一回心臓で大劇するみたいやけど、やっぱり癌には勝てなんたいや、うん、ええ弁護士やったんやけどな、うん、その私はなんかだいぶ、宮城の企業もだいぶ違うんだって、うん、もうそうだよ、近づきでな、うん